松酔い船、一。旗のような赤い夕雲が一切れ飛んでいる。ないだ海の底をタコの這うのも見えるほど、水も空もこの夕方は澄んでいた。その鹿間の裏の川尻に昼頃から小舟をつないで、やがて迫る黄昏に、わびしい水煙をあげている一艘の世帯がある。寒うはないかの、風が冷とうなってきたが、七輪の火に芝を折り、くべながら、おすぎばばは、船底へ言う。そこの苫の陰には、船頭の妻とも見えぬ、なよやかな病人が、つかね髪を木枕に当てて、白い表を半ばヤグの襟に隠して寝ていた。いいえ、病人はかすかに頭を振る。そして少し身をもたげ、かゆを煮る米を洗って、七輪へ仕掛けているババの姿をそこから伏し拝むように、ババ様、あなたこそ先ごろからお風邪気味ではございませんか。もうあまり私のことでご心配なさらないで、と言う。なんの。ババは振り返って、そなたこそ、そのようにいちいち気兼ねして保るな。のう、お通よ。やがて待つ人の船も見えようほどに、かゆなど食べ、力をつけて待ったがよい。ありがとう存じまする。お通は、と涙を潤ませ、苫の陰から沖を眺めた。タコ釣り船や荷船やいくつかの船影は見えたが、彼女の待つ境港から立った無前通いの便船は、まだ帆影すら見えてこない。ババは鍋をかけ、樋口を覗いている。かゆはやがてくたくたと煮えてきた。徐々に雲は暗くなる。はて、遅いのう。遅くも夕方までには着こうとのことじゃったが、波の触り、風の触りもない海なのにと、馬場も待つ船をしきりと待ちあぐねて、沖を見てはつるやいた。言うまでもなく、この夕方、ここに寄る予定の便船というのは、つい昨日、堺を出た太郎左衛門船のことで、それには小倉へ下る宮本武蔵が便乗したと、早くも山陽の街道筋には知れ渡っていた。噂を聞くと同時、姫路藩の青木丹左衛門の子息、丈太郎は、すぐ使いを走らせて、佐野もの本意連携へ知らせた。知らせを受けた馬場は、その吉報を携えて、またすぐ村の七宝寺へ駆けた。お通は、そこに病を養っていた。去年の秋の末頃、嵐の夜、佐与山の岩穴へ、お馬場を救いに行って、帰って、お馬場のひどい長着に遭い、気を失ってしまったあの時の明け方から、ずっと続いて、意識は元によみがえっても、体の具合は前のように優れなかった。許してくだされや、腹を言いゆるまでこの馬場をどんなにもして、その後の馬場は彼女の顔を見るごとに懺悔の涙を流して言う。お通は、もったいない、と、それをしも帰って苦痛にして、自分の体には以前からどことなくこうした持病の目があったので、決して馬場様のせいではないと慰める。事実、お通にはそうした病の経歴がなくはない。数年前、京都の烏丸光弘の館にいた頃も、いくつきかを病に伏したことがあり、その折と今度と、朝夕の容体もよく似ていた。夕方になると微熱が出て軽い咳が伴った。
目に見えぬほどずつ体は痩せてゆき、その麗しい容貌は余計麗しさを増し、むしろその美はあまりに尖りすぎてきて、対応するものをしてふと憂いしめるほどだった。二。しかし彼女の瞳はいつも喜びと希望に満ちていた。喜びとしては、おばば様が自分の心をわかってくだすったのにか、同時に武蔵様やすべての人たちへもご自身の過ちへお気がついて生まれ変わったような優しいばば様になってくだされたという事実を目に見、また生きている希望としては、近いうちにと何がなし心待ちの人と会う日も近い心地を覚えていた。ばばもまた、あれ以来は今日までのわしが罪と心得違いより、そなたを不幸にした償いには、きっと、武蔵殿へ、ばばが両手をついて詫びても、そなたの身を、良いように頼んで信ぜるぞよ。そう言って、一族の者はもとより、村の誰からへも、おつうとまたはちとのかつての古証文は、きれいに破棄して、やがて、おつうの夫たる人は、武蔵でなくてはならないと、自分の口から言うほどに変わっていた。武蔵の姉のお銀は、ばばがまだこういう気持ちにならない前には、彼女を呼び出すために嘘を言って、さよ村の付近にいるようなことを言ったが、事実は、武蔵が出奔後、播磨の縁類へ一時身を寄せ、そこから他家へ片付いたとかいうのみで、その後の消息は伝わっていなかった。で、七宝寺に戻って以前からのしるべといえば、やはり誰よりもおばばとは濃い仲だった。そのおばばはまた朝晩に七宝寺を見舞って、薬は飲んだか、食べ物は、今日の気分は、と、真心のありたけを傾けた看取りの世話をしてくれたり、また心を力づけてくれるのだった。またある時はしみじみと、もしいつか岩穴でそなたがあのまま蘇らなんだら、わしもその場で死ぬ気であったとも言った。偽りの多い人だったから、彼女もはじめは、ばばの懺悔に、またいつ変化が来ないものでもないと思っていたが、日が経つほど、かえって、ばばの心情は、濃く熱く、細やかになるばかりだった。時には、こんなにも良いお方とは思わなかったと、お通ですら、以前のばばと今のおすぎとが、同一に考えられないほどだったから、本意伝家の親しい者も村の人々もどうしてあんなに変わりなさったかと皆言い合った。その中に誰よりも幸福を知ってきたのはおばば自身であった。会う者、言葉を交わす者、身近の者、すべてが自分に対して以前とはまるで変わってきたからである。にこやかに迎え、にこやかに迎えられ、良い年寄りと敬われる幸福を、六十を超えて、彼女は初めて知ったのである。ある者は、ぶっつけに、ばばさんはこの頃、お顔まで良いお顔になんなすったのう、と正直に言った。そうかもしれぬと、ばばはそっと鏡を取り出して、自分の姿を見入った。しみじみ歳月を覚えた。故郷を立った頃には、まだまだ半分以上も混じっていた黒い髪も、一毛残らず真っ白になっていた。心の姿も、顔の形も、純一で白いものに立ち返っているように自分の目にも見えた。
さん。堺を出る一日の太郎左衛門船で武蔵殿は小倉へ赴くそうな。かねて武蔵が通過する説はすぐ知らせると言っていた姫路の丈太郎から各都の知らせに、どうしやる。問うまでもないが、お通へ心を聞くと、お通は元より行きますという。夕方はいつも微熱が出て大事に矢具へ身を入れているが、歩けぬほどな病気ではない。さらば、とすぐ七宝寺を立ち、途中はお杉が我が子のように見守って、一夜を青木丹左衛門の屋敷に休み、武前通いの便箋なら、鹿前は必ず寄るはず。一夜は積み荷を下ろすため泊まりとなろう。藩の人々も出迎えに行くが、そなたたちは人目につかぬように川尻の小舟にいたがよい。会う折はわしら親子が良いように作って信ぜると、丹左衛門の言葉に何分と、その日昼ごろ鹿間の裏に着き、川尻の船にお通を休め、以前お通の乳母なる人の家から何かと物など運ばせて、太郎左衛門船が入るのを今か今かと待ちかねていたのだった。ちょうどその乳母なる人の染屋の垣の近くには別に武蔵の通過を兼ねてから待って、彼のために相当を祝し、一席の宴を設けて、また彼の人間をも見ようとする姫路藩の人々が24名もカゴまで持って迎えに出ていた。その中に青木丹左衛門もい、青木丈太郎もいた。姫路の池田家と武蔵とは、その郷土的にも、また武蔵が若年時代の記憶にも、浅からぬ縁がある。当然、彼は光栄とするだろう。迎えに出ている池田家の藩士たちは、皆そう意識していた。丹左衛門も、丈太郎も、その見解に変わりはなかった。けれど、ただ、お通の姿をその人たちに見せて誤解を招いてはいけない。武蔵も迷惑とするかもしれない。そう考えたので、わざと彼女とお杉だけは川尻の小舟へ遠のけておいたのだった。が、どうしたのか。海は暮れ、夕雲の茜は薄れ、いつとはなく良い明かりが青黒く漂ってくるのに、まだ船の影は見えても来ない。遅れたのかな。誰かが一同を帰り見る。そんなはずはないがと、自分の責任のように答えたのは、京都の藩邸にいて、武蔵が便箋で一日に立つと聞くとともに、早馬で知らせてきた藩士だった。船の出る前、堺の小林へ使いをやり、一日立ちと確かめても来たのだから。風もない今日のなぎ、そう遅れるわけはないからやがて見えよう。その風がないから小走りはよほど違う。遅れたのはそのせいじゃよ。立ちくたびれて砂に座るものもある。白い夕筒がいつか針間灘の空を包んでいた。あ、見えた。見えたか。あのほかげらしい。おお、なるほど。ようやく人々はざわめきたって浜の船着きの方へぞろぞろ歩いていった。丈太郎はその群れをそっと走り抜けて川尻へかけて行き、下の苫船へ向かって大声で告げた。お通さん、ババ殿、見えたぞ。武蔵様の乗っている船の影が。四。今宵夜、堺の太郎左衛門船。
待ちかねていた武蔵の乗っている便船。それらしいのが今沖から見えてきたとの知らせに、小舟の苫は、え、見えてかと揺れ動いて、どこにと馬場も立つ。お通も我を忘れて言う。危ない。馬場は慌てて船べりへすがり立とうとするお通を抱き支えた。そして共に身を伸ばし、おお、あれかの。息を飲んで見守った。酔いなぎの海すらを星明かりに黒い翼を張って一艘の大きな帆船が見守る二人の瞳の中へ滑り込んでくるように見ている間に近づいてくる。丈太郎は岸に立って指さしながら、あれだ、あれだ。丈太殿、馬場はしかと話せばなえてそのままほろりと小舟のへりから落ちてしまいそうなお通の体を抱きしめて、すまぬが、急いでこの小舟の櫓を取って、あの便船の下へこぎ寄せてたもらぬか。少しも早を合わせたい、物言わせたい、お通を連れて武蔵殿へ。いや、馬場殿、そうせいたところで致し方はない。今藩の方々があちらの浜に立ち並んで待ち受けておられるし、早速に船出の者が一名、早船をこぎ出して、武蔵様を迎えに行った。では、なおさらのこと、そう人目をはばかってばかりいては、お通を合わせるいとまもあるまいに、わしがどうなと人前は言い繕ろう。家中の衆に囲まれて、お客として持って行かれぬ間に、一目でも先に合わせてやりたい。困りましたな。だから、染屋のうちに待っていた方がよかったに。お主が藩の衆の一目ばかり恐れるので、このような小舟に潜み、かえってどうもならんではないか。いやいや、そんなことはありません。世上の口はうるさいもの。大事な場所へ行かれる矢先に、あらぬ噂でも流れてはと、父の丹左衛門が案じるので、取り計らったまででござる。ですから、父とも計らい、五穀隙を見て、武蔵様をここへお連れ申して参りますゆえ、それまで窮屈でも、ここに待っていてください。では、きっと、これへ武蔵殿を案内してきてくださるかの。迎えの小舟から、武蔵様が上がりましたら、ひとまず、染屋の縁を借りて、家中どももご一緒に休息となりましょう。その間に、ちょっとお連れ申します。待っていますぞよ。固く頼んだぞ。そうしてください。お通殿も、その間、そっと休んでおられたがよい。言い捨てて、丈太郎は、にわかに気もせわしげに、元の浜辺の方へ駆け去った。馬場は、お通をそっと、トマの影の、後ろへ抱えて、寝ていやい、と、いたわった。木枕に表を伏せると、お通は、しばらくむせているのだ。今、急激に身を動かしたのが悪かったか、あまりに潮の蚊が強いためか、また咳が出るのう。馬場は彼女の薄い背をさすって与えながら、その病苦を紛れさせようとしてか、しきりに武蔵がここに見えるのも、もうわずかな間と噂した。馬場様、もう何ともございません。ありがとうございます。もったいない。どうぞ、お手を休めて。咳が止むと、彼女は、髪の乱れを撫で上げて、ふと、我が姿を、帰り見た。五。かなり時が経った。だが、待つ人は、なかなか来なかった。馬場は、
おつう一人を船に残して岸へ上がった。丈太郎が案内してくるはずの武蔵の影をそこに佇んで待ちあぐねている様子。おつうは、やがて武蔵がここへ来るかと思うと、人知れず動悸が打って静かに身を横たえてもいられないらしい。木枕や伏し戸を戸間の隅へ押しやって、襟を合わせたり、帯の結びを直したりした。恋を覚え染めた十七八の年頃のときめきも、今のときめきも、彼女には少しも変わってきた風がない。小舟のへさきには、かがり火がつってあった。夜のえぐちに、その火は照り映えて、おつうの胸にも赤々と燃え盛った。彼女は今、病を忘れていた。小舟のへりから白い手を伸ばし、櫛を濡らして髪を撫で上げた。そして手のひらに少しのおしろいを解き、それとも知れぬほど、薄く顔をよそおった。彼女は人にも聞いている。侍ですら深い眠りをとったすぐ後とか、体の優れぬ時などにやむなく訓前に出たり、人と会う時は手水を使う間にそっと手早く頬に隠し紅をよそおって晴れ晴れしく対応するとかいう心がけを。だが、何と言おう。おつうはまた、武蔵と会った上のことが心配になった。語れば、生涯話しても尽きないほどなものはある。けれど、いつもいつも会えば何も言えなかった。何のために、と、かの人はまた怒るかもしれないと恐れる。折も折である。世情にも聞こえ渡って、天下の衆目の中を今、佐々木小次郎との試合に行く途中とあれば、彼の気性、彼の信念、おそらく自分と会うことなど、楽しいこととは思うてもくれまい。が、それだけに、彼女にとっては、なおさら一期の折であった。相手の小次郎に、武蔵が敗れるとは思えなかったが、不足な敗北がないとはまた言えない気もする。いやいや、いずれが勝つかという世評では、武蔵が強しとするもの、小次郎が優れたりというもの、相半ばしているのである。もし今日という折を置いて、万が一にも、このまま再びこの世で相見ることができないような不幸が仮にもあったとしたら、悔いは百年の後も消すことができないであろう。天にあっては肥沃の鳥、地にあっては蓮理の枝とならんと、来世を願った寛帝の開墾を胸に歌に繰り返して、泣き死んでも追いつかないことである。なんと叱られても、と、彼女は病苦を人へは軽く見せてまで、強い気持ちでここへは来たのであったが、こうしていよいよその人と会う時が迫ってみると、胸は痛いほどときめき、心は武蔵がどう思うかを恐れ、案じて、大手の上の言葉すら見つからなかった。岸へ上がって佇んでいるおばばはまたおばばで、今宵武蔵と会ったら、まず何よりも積年の恨みや誤解を水に流して心の重荷を解きほぐしたい。また、その証として、彼が何と言おうと、おつうの生涯は彼に託さなければならない。手をついて頼んでも、そうしてやらねば、おつうにもすまない、などと、一人胸に誓いながら、水明かりの宵闇を見守っていると、ばば殿か、かけてきた丈太郎の影が、近づきながら呼びかけた。
六。待ちかねていた、ジョータ殿よ。して、武蔵殿には、すぐこれへ見えますかの。ババ殿、残念だ。え、残念とは。聞いてくれ、司祭はこうだ。司祭などは、後でよい。一体、武蔵殿には、これへ来るのか来ないのか。来ぬ。何？来ぬと。ババは呆然そう言って、おつうとともに昼から待ち抜いていた心の張りを崩して、見るに耐えない失望の色を顔に表した。で、言いにくそうに、丈太郎がやがて説明して言うには、実は、あれからややしばし、同伴の人々とともに、便箋から上がってくる武蔵の橋家を待っていたところ、いつになっても沙汰もなし、橋家も来ない。でも、太郎左衛門船の影は、遠浅の沖に止まって見えているので、何かの都合で遅れたのであろうかと噂しながら、一同、なお浜辺に立ち並んでいたが、やがて沖へ迎えに行ったお船手の橋家の者が、こぎ戻ってくる様子。やれ見えた、と思ったのもつかの間、見れば、橋家の上には、武蔵の姿も見えぬ。どうしたわけかと尋ねると、今度の船都合は、この鹿間に上がる帰客もなし、少しの積みには、沖町の船頭から受け取ったので、船はすぐここから、室の津へ回し、先を急ぐので、という、便箋の者の言葉だとある。そこで橋家の者はまた、この便箋には、宮本武蔵と申さるるお人が乗り合わせておるはず、姫路藩の家中の者でござるが、一夜はお泊まりと存じ、他の者も大勢浜までお迎えに参っております。わずかな間でも、ちょっとこの橋家でお上がりくださるまいか。そう申し入れたところ、船頭の取り次ぎを聞いて、やがて武蔵の姿が友の船べりに現れ、下の橋家へ向かって言うには、せっかくのご好意なれど、この度はご承知の通り、大事の一義にて、小倉に赴く途中の方々、便箋も今宵のうち、室の津へ回るよし、あしからずご一同へお伝えを、とのことに、やむなく引き返してくると、その橋家が浜へ戻って報告している間に、太郎左衛門船は、再び帆を張り、今、鹿間の裏から立ったばかりというのであった。丈太郎は、こう司祭を告げ、是非もない義と、家中の者も一同立ち去った。だが、ババ殿、こちらは何としたものだろう、と、彼も失望の底に落ちたように力なく言うと、なんじゃ、ではもう、太郎左衛門船は、この裏を出て、室の津へ向こうたというか。そうだ。あれ、ババ殿には見えぬか。今、巣の先の松原をかわして、西へ行く船が太郎左衛門船。あの友には、武蔵様が立っているかもしれん。おお、あの船影か。残念ながら。これ、丈太殿、事態、そなたが落ち度であろうが、なぜ迎えの橋家へ自分も乗って、今さら何を申しても。ええー、まあ、みすみす船の影をそこに見ながら悔しいことはいな。おつうに何と言うて聞かそうぞ。丈太殿、わしには言えぬ。そなたから司祭を告げてたも。したがよう落ち着かせてから話さぬと、一層病気を悪うするかもしれんぞよ。七。丈太郎が告げに行かなくても、ババが辛い心を忍んで伝えなくても、
そこでの二人の話し声は、小舟の苫の陰にいて、耳すましているお通へは、もう聞こえていた。どぶり、どぶり。船べりをたたく川口の静かな夜波に胸をつかれて、あふれ出る涙をどうしようもなかった。さはいえ、彼女は今宵の白煙を、丈太郎のように、馬場のように、やる方なき残念とはしなかった。今宵会えなければ、他の日にここで語れねば、またよその渚で、と、一人している十年の誓いに少しも変わりはない。むしろ武蔵様が降りて途中の土を踏まない気持ちに、さもあろうとすら同じ心が持てるのであった。聞くならく。巌流佐々木小次郎というものは、今では中国九州にわたって人も許す達人、その道の覇者。武蔵を迎えて私有を決しようというからには、人のみか彼自身必勝の信念ができているに違いはない。いかに武蔵でも今度の九州港は決して平安な波地ではないであろう。お通は自分を恨む前にそう思う。そう思ってはまた、止めどない涙のうちに沈むのだった。あの船に武蔵様は、今、松原の須崎から西へ行く火影を見守りながら、棒だと流るる涙に顔を任せ、彼女は小舟のへりに身も世もなかった。ふと、彼女は涙の底から彼女自身も気づかない、激しい力を呼び起こしていた。それは、病をも、あらゆる困難をも、また、長い年月をも、突き貫いてきた強い一筋の意志だった。弱い、肉体も、情にも、姿も、見るからに弱々しい。彼女のどこに、そんな強固なものが潜んでいるのかと、怪しまれるほど、それは今、きっと胸をついて、彼女の方に、ほの赤く血をのぼせてきたのだった。馬場様、丈太さん、不意に彼女は船から呼んだ。二人は、岸のすぐ上へ近づいてきて、お通殿、なんと話そう、思いまどって、曇り声で丈太郎が答えた。聞きました。船のご都合で、武蔵様がお見えにならないことは、今お二人のお話で。聞かれたか。はい。嘆いても及びませぬ。また、いたずらに悲しんでいる時でもございません。この上はいっそのこと、小倉表まで参りとを存じます。そして、試合のご様子を見届けたいと思います。もしものことが全くないとはどうして言い切れましょう。その時には、お骨を拾うて戻る覚悟でございまする。でも、その病態では、病。お通はその時全く自分が病人であることは忘れていた。しかし、丈太郎にそう注意されても、彼女の意志は肉体を超えて、はるかに高い健康な信念のうちに呼吸していた。お案じくださいますが、もう何ともございません。いいえ、少しぐらいなことはあっても、試合のご先導を見届けるまでは、死にはしません。言いかけた終わりの一言は、胸に押さえて、すぐ懸命に、水黒いを直し、船の小べりにすがりながら、這うように、岸へ自分で上がってきた。丈太郎は、両手で顔を押さえたまま、後ろを向いてしまい、馬場は
声を漏らして泣いていた。鷹と女と一。以前、慶長五年の乱までは、勝之丞といい、毛利生きの神勝信の居城だった小倉には、その後、新城の白壁や矢倉が増築されて、城の異様はずっと整ってきた。細川忠興、忠俊と、もう小倉城も、二代にわたる国主の府となっていた。巌流佐々木小次郎は、ほとんど確実に途上して、忠俊公をはじめ、一般の者に指南していた。戸田制限の戸田流から出て、金巻自裁を経、彼に至って、自己の創意と二祖の工夫とを合一してなった、巌流と呼ぶ一派の憲法は、彼が豊前へ来てから幾年とも経たぬ間に、藩の上下に行われ、九州一円を風靡し、遠くは四国中国からも風を慕って城下に来て一年も二年も遊学し、彼の門に指令を取って印下を得て帰国しようとする者が随分と多かった。彼の肩に衆望が集まるとともに、主君の忠俊も良いものを召し抱えたと喜んでいる。また家中の上下がこぞって人物だと言った。定評となってきた。氏家孫四郎は新陰流を使い、彼が赴任してくるまでの師範役であったが、虚勢巌流の光に孫四郎の存在はいつかあるかなきかになってしまった。小次郎は忠俊公にとって孫四郎殿をも何とぞお見捨てなきように。地味な憲法にはございますが、それがしなど若年の剣よりも、どこかに一日の長もあるように存じますればと、称揚して、指南の勤務も氏家孫四郎と確実ということに、彼の口から定義した。またある時、小次郎は孫四郎の剣を地味なれど、一日の長があるという。孫四郎は小次郎の刀法を、所詮自分などの及ばぬ天品の名手という。いずれが叱るか一度手合わせしてみいと、忠俊の言葉に、かしこまってござりまする。いなやなく双方勃剣を取って、訓前で戦った折に、小次郎は折を見て、恐れ入りましたと、先に勃剣を置いて、孫四郎の側下に座し、孫四郎もまた慌てて、いや、ご謙遜、所詮手前などの敵たる底元ではござらぬと、互いに価値を譲り合ったことなどもあった。こうしたことごとが、いよいよ、さすがは巌流先生、お偉い者、奥ゆかしい、そこの知れぬお方じゃと、衆の信望を集めて、今では彼が確実に馬上七名の共に槍を立たせて途上の途中でも、その姿を仰ぐ者は、わざわざでも馬前へ寄ってきて、礼を施してゆくくらい、尊敬の的になっていた。だが、それほどな感度を落ち目の氏家孫四郎に示す彼も、ひとたび、武蔵も近頃は、と、不用意に傍らの者が、宮本とか武蔵とかを口にして、その近畿や東国における世評の良いことを伝えると、ああ、武蔵かと、巌流の語気は、たちまち冷ややかなる強小人の陰口に似たものとなり、あれも近頃は小賢しく世にも知られ、二刀流とか自称しておるそうな。元来器用な力のある男で、今日大阪あたりではちょっと立ち向かえるものもあるまいからな、などと、誹謗するともつかず、褒めるともつかず、その顔色にも何か出すまいとするものを抑えて言うのが
常であった。二、時にはまた、巌流の萩の工事の屋敷を訪ねる遍歴の武芸者が、まだ一度も会ってみたことはないが、武蔵殿の名は、名ばかりでなく、上泉塚原以後、八木受けの中高、石州祭を除いては、まず当今の名人。名人と言っては、過小なら、達人と言っても、差し支えあるまいと、もっぱら商用する人が多いようでござるが、と、彼と武蔵との祝念の感情をわきまえずに、図に乗っていいでもすると、そうかな、ははは。小次郎の巌流は、その表の色を隠すによしなく、苦々しく霊笑して、世間は、めくら仙人と申すからな。彼を名人というものもあろう。達人と称す人もなくはあるまい。だが、それほどに、実は、世上の兵法というものが、質において低下し、風においては廃れ、ただ売名に長けた小賢しき者のみが横行する時代であることを証拠立てておるのではなかろうかな。人は知らず、この巌流の目から見れば、彼がかつて京都で巨名を打った吉岡一門との試合、分けて十二三歳の一子までを一乗寺村で切り捨てたごときは、その残忍、その卑劣。卑劣と言ったのみではわかるまいが、あの時彼は一人、吉岡方は大勢だったに違いないが、なんぞ知らん、彼はいち早く逃げていたのだ。その他、彼の生い立ちを見、彼の野望するところを見ても、抱きすべき人物と、それがしは見ておるが、ははは。兵法世あたりが達人と言うなら賛同できるが、剣そのものの達人とは、それがしには思えぬことだ。世間は甘いものでな。なお、議論する者がそれ以上にも突っ込んで、武蔵を褒めれば、巌流はそれ自体が自身を超越する言葉かのごとく、表を明けにしてまでも、武蔵は残忍にして、しかも戦うに卑屈、兵法者の風上にも置けぬ人物と、相手のものをして、是認させてしまわないうちは、やまないほどな反感を示した。これには、彼を一個の人格者とまで尊敬を払っている家中の人々も、密かに意外としていたが、やがて、武蔵と佐々木殿とは何か積年の恨みのある間だそうだと伝える者の話や、またほどなく近く訓明で二人の間に試合が決行されるとか言われ出してから、さてはと従来の不信もうなずかれて、一般の地獄はここ数ヶ月その試合の期日と成り行きとに注がれていたのであった。同時に、各と城内城下に噂が広まってから、萩の工事の巌流の屋敷へ何かにつけ、朝夕足しげく通って見える人は、藩老の一人、岩間角兵衛であった。江戸表詰めの頃、彼を勲功に推挙した関係から、今ではほとんど一族の交わりをしている、その角兵衛。今日も、四月の初め。もう桜は八重も散り敷いて、平庭の泉水の影を綴って、ツツジが真っ赤に咲いていた。在宅かと訪れ、案内の小侍について、奥へ通ってくると、おお、岩間殿か。今は日陰のみで主の佐々木巌流は庭に立っていた。鷹を拳に据えて。そして、よく慣れている鷹は、彼がくちばしの先に出している手の上の絵をおとなしく食べていた。三。
主君忠利の命で武蔵との試合が決定してからほどなく、君校の思いやりもあり、岩間角兵衛の取りなしもあって、当分の間、確実の御指南の儀、途上に及ばず、と、それまでの心静かな休養を許されて、毎日屋敷に館を楽しんでいる彼であった。巌流殿、今日ないよいよ午前で試合の場所の評議が決まった。で、早速お耳に入れに来たが、角兵衛は立ったまま言う。小侍が書院の方からどうぞ。席を設けて進めている。角兵衛はそれへうんとうなずいたきりで、はじめは菊の長浜にしようか、紫川の河原にしようかなどと少々ご評議に上ったが、とてもさような手狭な場所ではたとえやらいを言い巡らそうとも、おびただしい見物の混雑は防ぎきれまいとのことでな。なるほど。巌流は拳の鷹に絵をはませながら、その目やくちばしの様に見入っていた。世間の騒ぎやそんな評議などには、挑戦として関心もないように。せっかく我がことのように耳に入れに来たものをと、角兵衛はやや張り合い抜けしながら、立ち話もなるまいて、ま、上がらぬか、と客である彼の方から促した。しばらくお待ちを、と巌流はなお多念なく、手の上の絵だけ食べさせてしまいますから。ご配慮の鷹じゃの。されば去年の秋、お鷹の実握り、お手ずからいただきました、甘弓と名づくる鷹で、慣れるにつれ、かわいいものでな。手に残された絵を捨て、渋さの紐をたぐり返して、辰之助、鷹小屋へ入れておけと、後ろにいる年少の門人を帰り見て、拳から拳へ鷹を渡した。はい。辰之助は鷹を持って鷹小屋の方へ下がっていく。庭内はかなり広く、築山の彼方は松に囲まれていた。塀の外はすぐ板津の川岸で、付近には藩士の屋敷も多かった。書院に座して、失礼を。巌流が言うと、いやいや、うちはじゃ、ここへ来れば、わしも身内か息子のうちのように思うておるのだ。角兵衛は帰って、うちくつろぐ。そこへ年頃の駒使いが、そそたる風情で茶を汲んできた。ちらと客を見上げ、そばでござりますが、角兵衛は首を振って、やあ、おみつか、いつもあでやかな。茶碗を取るとおみつは襟足まで赤くして、おたわむれを、にぐるように客の目から下がって、ふすまの陰に隠れた。慣れれば鷹も愛らしいものだが、佐川盲腸だ。甘弓よりはおみつの方がそばに置くにはよかろう。あれの身についても一度そこもとの胸をとくと聞いておきたいこともあるが。岩間殿のお屋敷へいつかそっとおみつめが伺ったことがありはしませぬか。内密にと言うていたが何も隠しておるようもあるまい。実は、わしへ相談に見えたことがあるが。女め、それがしに口を拭いて今日まで何も申しおりません。巌流は白い襖をちらとねめつけていった。四。怒るな、無理もない。岩間角兵衛は、そうなだめて巌流の目が、和らぐのを見てから、女の身としてはむしろ案じるのが当然じゃろう。
そこもとの心を疑うのではないが、このままでどうなるのかと行く末のみを考えるのは誰でものこと。では、おみつからすべてのこと、お聞き取りでござろうが、いや、面目もない事情で、何の、巌流がやや恥じるのを各兵衛は打ち消して、男女の間、ありがちなことじゃ。いずれそこもとも、しかるべく再退もし、家庭らしゅう一個の体も立てねばならん。大きな屋敷に住み、多くの門人、召使いも持ったからには。しかし、一度駒使いとして屋敷に置いただけに、世間の手前も。と言うて、今さらおみつを捨て去るわけにもなるまい。それも妻として不足な女なら、また考えようじゃが。血筋も正しい。しかも、聞けば、江戸表の、小野次郎右衛門忠明の姪じゃということではないか。そうです。おみがその次郎右衛門忠明の道場へ単身試合に出向いて忠明をして、小野派一刀流の衰退を覚醒せしめたとかいう事件のあった折、ふと親しくなったとのことだが、相違ございませぬ。お恥ずかしい儀でござるが、恩人たるあなたへ隠し立てしては心苦しい。いつかは自分からお打ち明けしようと思っていましたこと。おっしゃる通り、小野忠明殿と試合して、その帰るさ、もう良いとなりましたので、あの小娘が、その頃はまだ、おじの次郎右衛門忠明のそばに仕えておりました、今のおみつが、小提灯を持って、西勝坂の暗い道を町まで送ってくれました。そんな話だな。何気なく、全く、何の深い了見もなく、その途中、戯れに申した言葉を真実にとって、その後、次郎右衛門忠明が出奔の後、自分を訪ねて参りましたので、いや、もうよい。事情はそのくらいでな。はっはっは。各兵衛は当てられたという顔して手を振った。しかし、それから間もなく、江戸表の芝のイサラゴを引き払って、この小倉へ移ってくるまでも、そういう女性が彼の陰にいたことなどは、各兵衛はつい先頃まで知らずにいたので、自分の迂闊に呆れるとともに、巌流小次郎のその方の才気や腕や周到なる用意のほどにも、実は舌を巻いたのであった。まあ、そのことはわしに任せておくとせい。いずれにしても、ここのところでは、にわかに最大の疲労もおかしい。守備よく大事の試合を、し果たした上の話に。各兵衛は言って、ふと、その方の容談を思い出した。各兵衛にとっては、相手の武蔵のごときは、巌流に比して何者でもない気がした。むしろ、巌流の地位、名声をして、いよいよ、台ならしめるための試練とすら、自負しきっていた。先ほど言ったご評議の上で決した試合の場所じゃが、それは前にも言った通り、五条下の地では所詮混雑は免れまいとの見越しから、いっそ会場がよかろう、島がよいとなって、赤間ヶ関と文字ヶ関との間の小島、穴戸ヶ島ともまたの名を船島ともいうところですることと決定いたした。はあはあ、船島で。そうじゃ。で、武蔵がつかぬうちに一度、よくそこの地の利を踏んでおく方が、何分でも勝ち目を取るというものではあるまいか。5。
試合の前に試合場所の地の利を知っておくことは有利に違いなかった。当日の身体に足ごしらえにまた付近の木立の有無とか太陽の方向によってどっちへ敵を立たせて迎えるかなど少なくもいきなり行って勝負にかかるよりは作戦上にも心の余裕にも差があろう。岩間角兵衛は明日にでも一つ釣り船でも雇って船島へ下見に行ってみてはと巌流に勧めたが、巌流が言うには、兵法ではすべて早速の檻というものを立っとく。こちらに備えあるも敵が備えを破るに備えの裏を書いてくる場合は、かえってこちらが出花の誤算を取ってしまうような例が往々ある。臨機に自由にありのままな心を持って望むにしかずです。角兵衛はもっともな意見とうなずいて、船島の下見はもう進めなかった。巌流はおみつを呼んで酒の支度を言いつけた。それから宵にかけて打ち解けて二人は杯に親しんだ。岩間角兵衛にしてみれば自分の世話した巌流が今日格のごとく名声を得、勲章も厚く大きな屋敷の主ともなってくれて、その屋敷でこうして一杯の酒の地層にでもなるということは世話がいがあったという気持ちから人生の嬉しいことの一つを杯の一口一口に舐めているような顔つきだった。もうお蜜を置いて言うてもよかろう。ともかく試合が済んだら国元から年寄り身寄りの近親も呼び、懇儀も披露し、剣道への就寝はもちろん良いが、ひとまず家名の土台を固めることだな。そこまでのことが済めば、角兵衛の世話も、まず、というものじゃが、親代わりになっている気の彼は、一人で上機嫌だったが、巌流は、しまいまで酔わなかった。一日ごとに彼は無口だった。試合の日が近づくにつれ、急に人出入りが多くなった。確実の途上がない代わりに接客に煩わされて西洋の意味はなくなった。そうかと言って彼は門を閉じて客を謝絶する気にもなれなかった。巌流殿は門を閉めて人にも会わぬと言われるのは何か卑怯めいて聞こえやすい。そういうところに彼は割合に気を使った。辰之助、鷹を出せ。の支度して雨弓を拳に据え、朝早くから彼は屋敷を出ることに決めた。これはいい思案であったと自分も思った。気候の良い四月の上旬を拳に鷹を据えて野山を歩くことは、歩くだけでも大いに気を養った。琥珀色の瞳を油断なく研ぎ澄まして、獲物を空に追う鷹の姿を巌流の目がまた追っていた。獲物を鷹が爪にかけると、チラチラと鳥の毛が空から降ってきた。巌流は息もしなかった。自分が鷹になりきって見ていた。よし、あれだ。彼は、鷹推しとして悟るところがあった。一日ごとに彼の面上に自信の色がついてきた。が、夕方屋敷に帰ってみると、いつもおみつの目は泣き腫れていた。それを装い隠しているだけ、巌流の胸が痛んだ。断じて武蔵に遅れは取らぬと固い自信がありながらおみつのそんな姿を見ると俺に別れたらなどとふと死後のことが
考えられたりした。それからまた、妙に常には考えもしない亡き母のことなども思い出された。もうあと幾日もない、と思って眠る夜ごとに、彼のまぶたには、琥珀色の鷹の目と、憂いに腫れているお蜜の目とが、こもごもに見えて、その間に母の姿が明滅していた。